ブルーラグーンに延形。画像左奥の湯気が出ている施設が、スバルスエンギー地熱発電所。その手前にブルーラグーンが存在する。巡回する、監視委員ブルーラグーンは、アイスランドにある、温泉施設。アイスランドの南西部、シュトレイキャビークの南西約 40km に位置する。自然に流出する温泉ではなく、隣接する、スバルスエンギー地熱発電所が組み上げた。 地下熱水の排水を再利用した施設である。1970年代後半に地熱発電の副産物として作られ、1987年から温泉浴場として一般公開されるようになった。排水は70度以上あり、それを38度前後に温度調節している。面積は約5000平方メートルで露天温泉としては世界最大。 温泉全体を一周するだけで十数分かかるほどの広さである。深さは場所によってまちまちで、最深部は1.4メートルほどある。白濁した温泉水には高い皮膚病治油の効果があり、アイスランド国内はもとより欧米各国からも多くの人が訪れる。ケフラビーク国際空港から近いこともあり、アイスランド随一の観光スポットとなっている。また、 マッサージなどの有料サービスもある。入場料は大人一人につき35ユーロ。貸しタオルもある。箸もある。ありがとうございます。